精鋭分隊隊長有馬はじめで、こんなところで会うとは奇遇だね、精鋭分隊の隊長殿。お前の仕業か。何か悪いことが起きれば鬼のせいか。なんだこいつら、誰か助けてくれ。させないよ。どうする？ここから逃げたいなら手を貸せ。逃げない。どんな場所でも人命を守るのが俺の任務だ。だから少しでも多く奴らを倒す。奇遇だね。俺も同じ意見だ。大丈夫かい？ここは俺たちに任せて。ありがとうございます。ここは一体どこだ？なぜ化け物に襲われている？助けてくれ。尋問している暇はないんじゃないかな。行こうか、有馬隊長殿。部下たちがいてくれたら心強いのだが。いや、さすがは精鋭分隊隊長殿、部下がいなくても十分強いさ。強い。あなた方はまさしく英雄。どうかそのお力で我が主を救っていただけませんか。どうせ当てもない。その主とやらに会わせてもらおう。鬼の狩猟、さすがの活躍だな。ゲストだから派手に振る舞おうと思ってね。君もどうかな。相変わらずつかみどころのない男だ。救援感謝する。ゆっくり話したいところだが、この状況だ。無茶な願いだとは承知している。だが私と一緒に戦ってくれないか。なるほどね。君の必死さは分かったよ。手を貸してあげよう。きっと有馬も同意見だ。さっきはすまなかった。決めつけてお前を疑ってしまった。いいのかい？帝国軍の精鋭分隊隊長が鬼に謝るなんて。鬼も人間も関係ない。己に非があれば謝る。それだけだ。有馬は精錬だね。容赦はしない。押し通る。そういうところが気に入ってるんだ。よし、戦闘態勢を解く。ひとまず窮地は脱したようだね。おかげで化け物を追い払えた。異界の英雄たちを感謝する。うん。おい。うん、行くぞ。
ああ、この世界は泉の奇跡の…いや…ねえ…ああ、うん、頼む。あ、そうだね。感謝する。ダリウス。うん。ああ。頼む。